23キロトンの核爆弾、バッジャーの核爆発メディアを再生する225キロトンの核爆弾、ジョージの核爆発初期の下級核爆発とは、核分裂連鎖反応、または核融合反応を連続して短時間に起こすことにより生成される爆発現象のこと。人類の技術においては、軍事用途のみが実用化されており、 核兵器の主要な効果として用いられている。メディアを再生するアップショット、ナーチホールグレイブルテストアップショット、ナーチホールグレイブルテスト、ネバダ核実験場人類史上、初めての核爆弾の核爆発は、アメリカ合衆国のマンハッタン計画によるものである。1945年7月16日に、初めての核実験である、トリニティ実験が、 ニューメキシコ州において行われ、核出力19キロトンの核爆発が発生した。ついで、核兵器の実践仕様として、8月6日には、リトルボーイが、8月9日には、ファットマンが日本に投下され大気圏内で爆発した。その後、1949年8月29日には、ソビエト連邦でも、核実験が行われ、さらに、イギリス・フランス、 中華人民共和国でも核実験が行われている。初期の核爆発は分裂反応によるものであったが、1952年以降は核融合兵器の爆発実験も行われた。なお、核融合兵器においても核融合反応の発生や出力の増大には核分裂反応も組み合わされ、核融合反応のみによる核爆発はない。 1963年の部分的核実験禁止条約締結までは、大気圏内、宇宙空間、水中、地下で核爆発が行われた。PTBT 以降は、地下でのみ核爆発が行われている。1999年には、包括的核実験禁止条約が締結され、これ以降アメリカ合衆国では、 核爆発を伴わない臨海全核実験が行われるようになった。核爆発の利用には軍事目的と平和目的とがある。軍事目的については核兵器として利用することである。核兵器の実践使用は第二次世界大戦に日本に対して使用された2発のみであり、核爆発の威力で威嚇することを目的としている。 核兵器の抑止力以外の利用効果としては、建造物、兵器、人員に対する熱線や爆風、爆発による破壊、直接及び残留放射線による人員への障害、電磁パルスによる電子機器障害が主となる。平和目的として平和的核爆発の研究、実験が1960年代から1970年代にかけて行われている。 シンパナマウンガの建設など大規模土木工事や採掘への応用が考案されたが、放射能汚染などの問題を解決できなかった。ために、核爆発実験は行われたものの、実用化には至らなかった。このほか核爆発の爆発を推進システムに利用する宇宙船として、オリオン計画が構想された。1950年代から60年代にかけて、 アメリカ合衆国で検討されたが、これも実用に至らなかった。核爆発が行われた場所は、大気圏内のみならず、高層大気圏、水中及び、地下空間に及んでいる。PTBT 締結までは、大気圏内でも、核爆発が多数行われ、放射性効果物が広範囲に散布された。PTBT 以降は地下のみで、核爆発が行われ、 放射性効果物は極小に抑えられ、主に地震波で爆発を観測するようになっている。核爆発に際しては、そのエネルギーの多くは爆風及び熱放射として現れる。その他、電離放射線なども発生する。これらによって発生する火球の温度は数百万度にも達する。大気圏内における核爆発の場合には、火球により、 上昇気流が発生し、キノコ雲を生成、周囲に放射性効果物を散布させることとなる。高高度核爆発であれば、電磁パルスの影響も広範囲に及ぶこととなる。仮に、核出力1マウントの大気圏内核爆発が、都市部で行われると、おおむね15から17キロメートル圏内の民間建造物が、爆風により壊滅的な損傷を受けることとなる。 広島市への原子爆弾投下では 2km 圏内の家屋が全壊し炎症も含めると半径 3km 圏内の家屋に壊滅的な被害があった核爆発の威力については核出力によって示され同威力のエネルギーを得るために必要な TNT 火薬の質量によって表される実用化された核兵器の核出力はキロトンから メガトンサイズであり、トリニティ実験では19キロトンであった。アメリカ合衆国の W54 核弾頭では10トンまで出力が抑えられている。実施された爆発で最大のものはソ連による1961年10月30日のザーリボンバの試験であり、50マウントが出力されている。このほか、核兵器が何らかの理由により設計上の威力を達成できない。 核爆発もあり、不完全核爆発と呼ばれている。ありがとうございます。